Da qui ne accogliamolo con un po' di calore. Non vorrei dare l'impressione a casa che l'energia stia mancando qui dentro. Affiancato dal suo figo chitarrista, I am by your side, sono al tuo fianco, Corey Hart. Facciamogli veramente un grande applauso, lui e i suoi capelli. Where?
More than my own country in Canada. My Canadian fans are getting very disappointed in me. Well, no, not too much, not too many. ちょっと待って、さあ、日本通のコリハート、さあ、日本通のコリハートも喜ぶかもしれないという季節の風物詩でありますね。25日になりますとご存知、十五夜ね、中秋の名月だということです。それが近い。ね、これがすすきでありますね。月見団子、 Japanese cakes. それで、まあね、この月見団子ちょっと皆さんも見てください。月見団子に使いましてですね、日本のわびさびというとこの和菓子の粋を凝らした数々、おはぎがありまして、これなんかもうさぎとかね、お月様にちなんで羽二重絞り、これすすきを形作っておりますよ。桔梗とかね、栗花子とかいろいろございます。まさにですね、日本の小宇宙がここにございます。素晴らしい数々。そういえば宇宙って言えばね、あと明日ですよ。火星、大石、近くなってんですよね。 ね、お月様、火星、いろいろございますけども、いやー、しかし綺麗じゃありませんか。ああ、そうですね。ね、なんか月見の雰囲気ですね。まだ映ってないんですね。あんまり指示が早いもんで映ってんのかなと思いましたが、ご覧くださいね。綺麗ですね。風流です。25日、中秋の名月が近づいてきた。ちなんでちょっとご覧いただいてますが、スタジオの仕組みを見ると、こうやって見るとただのブルーなんですね。 さすが芸能人の皆様方、後ろ見てうーんなんて言ってくれてます。本当は。オンエアしか映っておりません。2時間の生放送でございます。前回あのね、夜一人駆けつけてくれた時はちょっとやっぱりサボゲとか体調思わしくなくて、今回はバッチリみたい。今回のでも日本のあのスケジュールもすごく人気者だから大変なはずなのに、 I've been to Japan six times. And on the fifth time, my record company finally gave me permission to give me one afternoon off. どこに？どこに？京都のどこ？ Yes, well, in particular, I remember the Rock Garden because it's the type of atmosphere that I would like to spend a lot of time in because I find it very inspiring as a songwriter. あのですね、特に石庭を見たときに、あのアーティストとして曲のイメージとかが湧いてくるんで、あの、はあ、ああいう雰囲気が好きなんですね。日本のわびさび、ね、ストーンガーデン、インジャパン。石庭、クリーン、エリザベス石庭、オッケー。I don't know the placement of the, what did you say? あの岩のね、置き方、レイアウトがなぜああいう形してるんだろうかって言って、すごく考えさせられる。日本のあれはね、伝統トラディショナルですからね。これだけ言ってください。何回も行くとまた変わります。あ、それある。You have to go there at least a couple of times. The more you go, the more you think. I would hope that they could rent it out for an evening so I could sit there by myself. そう、できれば一晩貸し切りで貸していただいて。なるほど。でもあの石庭だけじゃなくしてね、日本の やっぱりその他の部分にも感動した部分があったみたい。女性であの北島麻衣さんと対談をなさって、なんかすごく素晴らしいっていう。Yes, I met her at a radio show. ラジオの番組でご一緒させていただきました。会いたいですか？いいですね。いいですね。じゃあ、あの、お呼びしてるんです。びっくりしましたが、はい、北島麻衣さん登場です。どうぞどうぞ。はい。 I feel very awkward receiving flowers. A gentleman should give flowers. ね、綺麗な女性にお花をあげなきゃいけないのにね、こんな可愛い女性からお花いただいて。逆にもらっちゃってた。うまい外人さん。うまい。でもどうですか？すごく対談であのフィーリング良かったみたい。まやちゃんもやっぱりそういう感じあった？もう本当にすごくね、あの私実は初めてだったんですよ、ラジオで、あの番組持ってるんですけど、それで初めて本当にインタビューが私がやるの初めてで、でも本当にリラックスしてできたんで。 ぜひまたね、機会があったらね、彼の日本でのコンサートね、期待してもらいたいと思いますが、実は
ここでね、発表がございます。はい、コリー・ハート、ね、こちら、こういうスケジュール、12月、いよいよツアーがある日本でね、12月の14日、愛。ですけど元気出してください。どうもありがとうございます。早速ですけどやっぱりちょっと体調まだ悪いですか？ Yes, I'm fine. I actually should give the flowers to you. 大丈夫です、そちらにあの花あげますって。はい、じゃあとりあえずね、預かっておきたいと思いますけども。大丈夫です。歌ってくださる歌なんですけれどもね。Yes, this song is on my new album, Fields of Fire, and it's called Can't Help Falling in Love. アルバムの中からの曲で挨拶にいられないっていう曲なんですけども、これは実はエルヴィス・プレスリーの曲だった。Yeah, it's Elvis Presley song. で、日本でも実はですね、そのエルヴィスの大ファンで、この曲のね、もう喜んでね、駆けつけてくれた人を紹介したいと思います。はい、ご紹介いたしましょう。プレスリーファンといえば、はい、湯川玲子さん、どうぞ。
今回ね、カバーバージョン、はい、1962年のエルヴィス・プレスリーの曲をですね、まさかね、エルヴィスのこの神聖な歌を、本当神聖なんです、ファンにとってはもうエルヴィスの常にクロージングナンバーでしたから、それを誰かが歌うなんてことは考えられなかったんですが、コリンが歌いましたらものすごい誠実でね、うん、もうこのシンプルな難しい歌を力いっぱい歌ってくれて、もう聴くたんびに涙が出ちゃうんですよね、嬉しくて、はい、お墨付きでございます。本当に素晴らしいんです。本当よ、It's true. Honestly, this is feeling of all Elvis fans in Japan, I'm sure. Well, I think it is a great compliment from someone that knows Elvis Presley's music as well as you do. A great compliment that you like my interpretation of it.ユカイさん、エルヴィスの大ファンであるユカイさんからこんなに褒められて、こんなに嬉しいことありません。さあ、それじゃ早速ね、はい、歌っていただきたい。ちょっとね、体調悪いということで大丈夫でしょうかね。でも本当にユカイさん、エルヴィスのこういう曲をね、誰かが歌ったのこれエルヴィスファンならずとも大問題ですよね。もう本当にこの曲だけはクロージングテーマでしたからね、もう永遠の名曲だし、まさか誰かが歌うと思わなかったけど、本当に素晴らしいです。折り紙付きでございます。さあ、それでは参りましょう。愛さずにはいられないです。どうぞ。Thank you.